皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。この4月っていうね、新学期新年度の節目っていうこともあると思うんですけれども、最近若い方からですね、すごいこの進路相談というか将来の相談というか、もう本当にもう人生相談みたいなお話をいただけることがすごく多いんですけれども、まあ分かりやすいところでいくとすると、ギターの先生になりたいんですけどもどうしたらいいですかとか、なんかミュージシャンになりたいんですけどもどうしたらいいですかとか、 YouTuber になりたいとか、なんかこのシンガーソングライターになりたいみたいな。で、他の大学生の男の子が言ってたのは、まあ大学卒業したら普通の一般企業に就職するつもりなんだけれども、まあこんなご時世で何があるか分かんないから、変な話会社がうまくいかないなんてこともあるかもしれない。で、そんな時に向けてってわけじゃないけれども、自分の知識とか経験とかスキルとかをまあお金に換算するような、僕みたいなこういうね、自営業とか自由業とかはまあどういう考え方、どういうね、仕事の仕方をしているのかみたいな、そんな話を聞かせてほしいみたいな相談があったりとかして、あー、なんかそういう考え方もあるんだなーなんていう感じで、僕自身もすごい勉強になったりすることも多々あるんですが、今回ですね、ちょっから真面目にこの YouTube 上でも、そんなお仕事の話をしてみようかと思います。ズバリ、お金を稼ぐというのはどういうことなのか、お金を稼ぐとはどういうことなのかという話です。で、これ言い方変えれば、お金を稼ぐとはどういうことなのかイコールで結びつくのは、まあそのね、自分の知識とか経験とかをいかにこのお金に換算していくかと、どうやってお金を稼いでいくのかっていう話と、イコールと思っていただいて大丈夫でございます。で、今日僕がですね、これから偉そうにベラベラとお話をするんですけれども、正直なところ、もうすでに働いていらっしゃる大人の方々にとって、今日僕がですね、お話をすることはですね、ほぼほぼ当たり前のことです。ほぼほぼ当たり前のことを喋りますけれども、まだこのね、働いたことがない学生さんとかに関しては、学校で教えてくれる内容でもないし、アルバイトとかしたとしてもね、なかなか気づけないことだったりとかすると思うので、僕としてはですね、もうぜひとも若い方にこそ、覚えてほしい内容かなという感じでございます。ぜひとも覚えてくださいませ。お金を稼ぐとはどういうことなのかという話でございます。ちょっくらですね、皆様、日々なんだろうな、ね、いろんなサービスとか、なんかこの、利用してるわけだと思うんですけども、まあお金を稼ぐって考えるとさ、そう、何があるかなって考えるとなんかね、ちょっとこの金融とか不動産とか、そんなことをイメージする方もすごく多いと思うんですけども、もっとね、めちゃめちゃこの身近なところからスタートしていきましょう。例えば皆様、コンビニ、行きますよね。コンビニ行ってそのジュース買ったりとかさ、お菓子買ったりとかさ、お弁当買ったりおにぎり買ったりとかするじゃないですか。で、そんなこともありますし、他にもその飲食店に行ってね、そのラーメン食べたりとかね、そのファミレスなんかこうね、エスカルゴ食べたりとかね、サイズ入れたりとかすると思うんですよ。で、他にもその皆様学生の方だったらよく行ってらっしゃると思うのが、まあ塾、予備校ですよね。そういったところに行って、まあその先生方からその学校では分かんなかった疑問点とかね、分かんないところとか質問して、まあ解決していくみたいな、そんなのがあったりとかするわけなんです。で、まあいろいろとこうね、身の回りの生活とかをこうやっていくとすると、結構お金を使っているところとか何か物を買ったりとかしている場面ってたくさんあると思うんですよ。ちょっとね、そんなことを思い浮かべながら、こんな考え方をしてみてくださいませ。何々は何々をすることでお金を得ている。っていう考え方。ちょっと皆様の頭の中でちょっとそれを巡らしてみてくださいませ。例えばコンビニ。コンビニは何々することでお金を得ている。この何々することでには何が入るでしょうか。コンビニエンスストアは何々することでお金を得ている。さっき言ったようにそのおにぎり、買ったりとか、お弁当買ったりとかしますよね。だからその正解の一つとしては、コンビニは、おにぎりを売ること、まあその飲食物を売ることでまあお金を得ている。これも一つの正解かと思います。まあおにぎり作れるんだけども、やっぱ作るのめんどくさいじゃないですか。時間かかるし、お米用意しなきゃいけないし、炊飯器とかも必要だし、なんかご飯熱いし、料理苦手な方に関してはね、そのおにぎりもうまく作れないよみたいな感じになるかもわかんないんだけども、でもまあね、コンビニはどこにでもあってくれるからさ、コンビニは存在することでもお金を得ていると思いますし、まあコンビニはね、その120円とか130円とかでね、もうね、美味しいおにぎりがいつでも買えるから、コンビニは美味しいおにぎりをね、売ることで、まあ、お金を得ている。これはまあ一つの正解だと思います。定食屋さんとかラーメン屋さんとかもそうですよね。美味しいラーメンを提供することで、で、その上をしのぐって言うとちょっと大げさだけれども、まあね、お腹が空いたっていうね、その空腹感を満たすことで、まあお金を得ているってことかもしれませんし。で、塾に関してはまあ同じですよね。その塾の講師の方が何々することでお金を得ている。まあいろいろこの思い浮かべられると思うんです。で、その中で、いろんなもう方法があると思うんだけども、今僕が言ったそのコンビニはおにぎりを売ることでお金を得ているとか、手段の話をしましたけども、ちょっとね、今日僕がね、フォーカスしたいところ、皆さんに知ってほしいところはね、そういう手段の話ではないんだ。
コンビニの手段、ラーメン屋さんの手段、定食屋さんの手段、塾の手段、なんかこう、マッサージ屋さんの手段、まあ、いろんなものがありますよ。こういう製造業とかもそうです。メーカーさんとか、カメラのメーカーさんとか、不動産のうんたら管理会社とかも全部そうです。まあ、いろんな手段があるんだけども、もっとシンプルに、すべての業種は共通する何かがあるんですよ。もうすべての仕事は何々をすることでお金を得ているっていう言い方ができるぐらいのすべて共通するものがあるんです。何だと思いますか？これが今回の趣旨でございます。ちょっと大事なことは、ね、引っ張るね。それぞれそのね、さっき手段って言いました。コンビニの手段、ラーメン屋さんの手段、定食屋さんの手段、もういろんな製造業の手段とかもたくさんあります。それぞれの手段は、まあそれぞれあるんだけども、もう世の中に存在するすべての職種、すべての仕事、学校の先生でもタクシーの運転手さんでも、もうすべての職業が共通するうんたらがあるんですよ。世の中のすべての仕事は何々することでお金を得ている。っていうことが、言えるんです。それなんだかわかります？もったいぶりすぎ？飲食店経営とかもそうです。僕がやってるそのギターの先生のレッスンとかもそうです。で、このなんかシンガーソングライターみたいなそういう活動もそうです。それぞれ僕がすべてのその仕事、僕がやってるそのすべての行動は何々することでお金を得てるわけなんですよ。なんだと思いましょう？なんだと思いますか？そんな話でございます。答えはね、すべての仕事、は人を助けることでお金を得ているっていうことなんです。すべての仕事は人を助けることでお金を得ている。言い方変えると、もうね、人を助ければお金がもらえるっていう感じなんですよ。人を助ければお金がもらえる。人を助けたら助けた分だけそれがお金になるっていう、そういう話なんです。で、人を助けるっていうとさ、ちょっとこうね、なんか漫画とか映画とかにそう感化されてしまってさ、すごいこの大げさな話になっちゃうかもわかんないんだけども、別にその人を助けると言ってもさ、その警察官になってこの悪い人をね、懲らしめるとか、なんかこうね、弱者を助けるとか、そういうのも助けるだけど、もっとね、もっと、身近なところ。さっき言ったように、その、コンビニでおにぎりを買うっても、一つの人助けなわけじゃないですか。なんか、作る時間とか、そのね、手間とかを、そのね、お金をね、払うことで、その、助けてもらっていると。で、空腹を満たすことで、そのね、自分が、その、ね、その幸せになったりとか、その、リラックスできたりとかするわけじゃないですか。お水とか、お金、いろいろとこ買うわけなんだけども、その、利便性とかも買ってるわけでございますよね。そこにいてくれるだけで、人を助けてるってパターンもあったりとかするわけなんです。で、これさっき言ったように、その、ラーメン屋さんとか、定食屋さんとか、塾とか、マッサージ屋さんとか、学校の先生とか、タクシードライバーとか、全部そう。全部そうなんだ。電車とか、バスとか、そういう交通機関とかも全部そうですよね。よく考えてみると、そんな感じで、すごいもうね、僕らの日常はですね、こういう服とかも含めてもね、人に助けられてばっかりなんですよ。で、そこでちょっと気づいてほしいのは、学生であろうが、子供であろうが、皆さんが今までそのね、培ってきたスキルの中で、人を助けることは十分に可能なんですよ。まあなんかこういう話になってるとね、その僕は学生だから、まだ子供だから、その人を助けようなんてできないとかって思っちゃうかもわかんないんだけども、そんなことは全然なくて、皆さんが、なんか持ってる知識とか経験とか、そういったことでもですね、全然その人を助けることができるんです。これ最後に話をするね。で、ちょっとね、象徴的なこととして、そのね、人を助けることに関して、まあ、大人になってね、仕事をすればね、その人を助けるとは何なのか、そのお金を稼ぐとはどういうことなのか、それは自然と気づくからね、さっきも言った通り、まあ、当たり前のことなんだけれども、やっぱりこう、学生の間とか、なかなか働けないからさ、そういうことに気づけないんですよ。で、さっき、アルバイトをしているパターンをちょっとお話しさせていただきましたけども、アルバイトをしている人でもね、気づく人と気づかない人っていうのがいるんです。ここ結構大事なポイント。アルバイトしてても、人を助けてることに気づけてるか気づけてないかで、すごいなんか周りの人たちに対するその対応も変わってくるし、何よりもその自分の幸福度にもね、大きく変わってくるんですよ。皆さん、普段そのコンビニとかいろいろ行くじゃないですか。コンビニエンスストアの店員さんってそういらっしゃいませって、すごいこの笑顔がほからかで可愛い店員さんとかもいらっしゃいますよね。すっごいこの笑顔がハキハキしててもね、楽しそうに働いてらっしゃって、そういうこっちも気分良くなるような、すっごい接客態度が素晴らしい店員さんもいれば、一切笑わない。いらっしゃいますね。一言も言わない。ずっとむっすりしたままをね、本当にもう ただ単にも仕事動いて、もうそこに動いてるだけの子ね、うわ、この人愛想悪いみたいな感じで、こっちもね、嫌な気分になっちゃうような店員さんもいらっしゃるじゃないですか。この差ってなんで生まれるのかっていう話なんだけども、何度も言うように、その人を助けてることに気づけてるかどうかっていう話なんですよ。で、その愛想のいい店員さんは、
私がこのおにぎりを売ることでこいつ上をしのいだらドーみたいな感じで、そんなことを思ってるわけではなくて、普通にも私はこの、ね、動いて働いてることで、まあ誰かをそのね、喜ばせたりとか幸せにしたりとかお腹を満たしたりとか、そんな感じでこのね、人を助けられてるんだってことをね、人助けしてるって思わなくても無意識に気づいてるんですよ。私がここにいることで。で、その人に喜んでもらって、その対価としてお金をもらってる。その時給ってお金をもらってるってことに気づいてるんです。けど、それに気づいてないすごい、もう、不愛想な人たちは別に人助けなんかどうでもいいと。もう、俺はもう単純にお金をもらうためだけにここにいるんだから、別にそんなのどうでもいいみたいな感じで、こうね、ブスッとしてしまうわけなんだけども、まあ別にどっちもね、いい悪いって、その断定できるもんではないじゃないですか。まあ時給っていうね、その契約、雇用契約とかあるわけだからね、まあ最低限のことやっとけばね、別に時給をもらう義務って権利とかあるわけで、別にそれが悪いっていうわけじゃないんだけども、なんか損してる気がしません。損してる気がしません。なんかそのお金のためだけに、なんかレジを売ったりとか、なんか品出ししたりとか、なんかこうね、納品したりとかして、で、それでこう時給いくらってお金をもらうためだけにそこに存在するって、なんかもったいない気がしません。それよりもね、その人を助けるってわけじゃないけれども、なんかこのおじいちゃんが来て、なんかアイスよくなんかこういろいろ話をしましたとかね、その子供連れの方が来て、なんかね、扉開けてあげたとかさ、ね、商品を一緒に選んであげたとか、子供をね、愛してあげたとか、そういうのでも構いませんし、なんかこうね、通勤してるそのサラリーマンの方々にも、そのね、店員さんとして物を売るとかさ、その商品を用意するとか以外にも、この人にこうね、もっと僕はできることねえかな、私はできることねえかな、みたいな感じで、この喜ばせることにフォーカスした方が楽しいと思うんですよね。なんとなくその腑に落ちると思うんですけども、まあそんなところでございます。それがまあ、そのさっき言ったようにそのコンビニでアルバイト、まあコンビニで例えいたしたけども、まあファミレスでも何でもいいんだけどね、アルバイトをしててもそれに気づけるか気づけないかっていう差という話でございました。で、ちょっくら、その話を元に戻して、人を助けるっていうことなんだけれども、まあよく言うのがそうなんだろうな、仕事ってお金を稼ぐことじゃないですか。だから、なんだろうな、あんまり僕カタカナ言葉って好きじゃないんだけど、そのマーケティングとかさ、 SEO とかコンバーションとか、なんかまあいろんなこのビジネス用語がある中で、まあね、そういうのにこうな感化されるってわけじゃないんだけど、別に悪いこと言ってるわけじゃないからね、別にいいんだけどね。ただそのね、方法とか手段とかにね、そのね、翻弄されてしまう人がすごく多いような気がするんですよ。お金を稼ぐ方法ならかんたらみたいな感じで、なんかそのセールスレターとか、そのね、 SNS 戦略とか、なんかそういった話もすごいたくさんあるじゃないですか。最近クラブハウスとかでもすごく多いけどさ、けどなんかね、もっとね、シンプルな話で言ってもんです。シンプルな話で、人を助けることができたならばお金を稼げると。で、皆さんが持っている知識、もすでにいろいろとあると思うんですよ。その知識を使っていかに人を助けられるかっていうことなんです。で、イコールに結びついてきて、じゃあ本当にそのね、自分のやりたいこととか自分のそのスキルとかでそのね、お金を稼ごうと思った時に何をしなきゃいけないかっていうと、まあ、大体の方は例えばギターの先生になりたいっていうふうに思ったら、まずそのギターのスキルとか音楽知識とか身につけなければいけないっていうふうに思うんだけれども、それはね、まあ、当然。それも第一ステップ、もう大前提です。それ大前提。けども、一番大事なことはそういうことではなくて、自分の知識とか経験で助けられる人がどこにいるのかを探すっていうこと。なんです。だから変な話、ギターが下手であっても知識とかそんな詳しくなくてもあんま良くないけどね、あんま良くないけども、それ全然雑魚であっても、その自分が持っている知識とか経験とかでそのね、人を助けることができて、でその助けてほしい人をたくさん見つけることができたなら別になんとかなっちゃうっていう、そういう話なんですよ。だからその探し方とかそういったこともね、すっごく大事なところになっていくわけなんです。なんとかわかりますでしょうか。で、それの一つのヒントとして、まあこんなこと言ってもね、いやーでもそんなこと言ってもそんな助けられることなんかなかなかねえよとかって思ったりとかするんだけども、ちょっとこの動画の中で二つ皆様に宿題を出させていただこうと思います。まず宿題一つ目、さっきやったように普段僕らがその生活をしている中で、助けてもらっていることって何があるだろうかっていうのをね、めちゃめちゃ考えてほしいんです。朝起きて、スマートフォンが鳴りました。そのスマートフォンを作ってくれているってこともね、助けられてますよね。で、その目覚ましのアプリとか使っているかもわかんないです。そのアプリを作って、その開発してくれているところにも助けられてますよね。で、このツイッターとか LINE とか開いたりとかすると思うんですよ。そういう SNS の開発、運営、維持をしているそのサイトとかに関しても結構いろんなことをしてもらってますよね。で、このね、パジャマとかベッドとか、そういったこともね、そのすごい助けられているし、もっと言えばそのね、空間、その部屋、その不動産があることに関してもその助けられてますよね。で、扉っていうね、ものがあってみたいな感じで、一つ一つ考えていくとね、キリがないぐらいたくさん出てくると思うんだけども、
ちょっとね、そういうマインドを持って、もう道歩いてる時も、その道がある、その街灯がある、で、その安全な場所がある、その電車があるとか、その時間通りにバスが来るとか、もうそういったもの、もう一つ一つにですね、そんな感謝ってわけじゃないんだけども、してもらってることで何があるかなってことをね、考えながらね、ちょっとね、暮らしてみてほしいんだ。そうすると、莫大な、人助けを、してもらっております。でもその中で、あ、これ俺もできそうだなとかね、あ、私もこれいけるんじゃないかなと、思うとこもあれば、逆に、あ、これ僕の方がもっと上手くできそうな気がするぞとか、私の方がもっとできんじゃねえかなみたいなこともね、あったりとかすると思うんですよ。それがね、結構大きなヒントになるので、ちょっとこの動画見終わった瞬間から、身の回りのものを見渡して、何に助けられてるかだろうかってことをね、ちょっと考えてみてほしいんです。それが見つけられれば見つけられるほど、なんかね、たくさんヒントが、出てくると思います。2つ目の宿題はちょっと皆さんの年齢によるんだけれども過去に自分が困ってたことで、すでに今自分が解決していることを探すっていう、そういう練習です。1年前、2年前、5年前、10年前。10年前はちょっと若すぎると思うんだけれども、まあ何年前でもいいです。まあ中学校に入った時とか、小学校卒業する時とか、高校入った時とか、大学受験をする時とか、まあいろんなこの苦悩したところがあったと思うんですよ。で、そういうところでね、すごいこのいろいろこのね、当時は、いろいろこうね、宿泊してこう、うわーってこう、頑張ってたけれども、今はそれを解決したっていうな、そういう話。過去の自分、1年前、2年前、3年前、5年前の自分に、ちょっとね、もしそのバンと会うことができたなら、ちょっとで、ね、この時、これ、買っといた方がいいよとか、この時ねこうなるからねこれちょっとね用意しとかいいよとか、これこういう勉強するとね失敗するからねこういう勉強した方がいいよとか、なんかそんな感じでこうねアドバイスできることたくさんあると思うんです。部活、人間関係、勉強とか仕事とか資格とかアルバイトとかいろいろあると思うんですよ。そんな感じで過去に自分が困ってたけれども、その自分に対してアドバイスできることが何があるだろうかってことをね考えてほしい。これが宿題2つ目でございます。で、そんな感じで宿題1と宿題2をしてみると、結構ね、物事の見方が変わってくると思うんです。宿題2の方に関してはね、例えば、自分自身が大学受験の時にその勉強の仕方で悩んだとしましょう。で、これね、今も自分が解決したとして、その悩んでた悩みっていうのは、自分以外にもですね、実はですね、もう今現在進行形ですね、もうたくさんもう日本中にですね、もう同じ悩みを持っている人がね、バーって生まれ続けているんです。これマジな話だぜ。これマジな話だぜ。だからその、ね、自分が解決して、まあ自分のことだから大したことやん、これなら誰でもできるとかって思うんじゃなくて、自分が悩んでたことを解決できたそのスキルとか知識とか経験、これはですね、もう大事なものとして認識した方がいいんですよ。で、さっきも言ったように、その知識とかをそのね、パッと渡した時に、わあ、ありがとうって言って、すごいこう助けて、くれてありがとうっていうふうにこう言ってくれる人がすっごいたくさんいるはずなので、まあ、大学受験とかに関してはね、まあ予備校とか塾とかそういう話になるから、皆さんがね、そのお金をもらってうんたらかんたらってちょっと難しいかもわかんないんだけども、基本的にね、もうどんな仕事においてもね、すべてそれ。ベーシックな考え方はすべてそれなんです。なんで、その宿題に、1と2、両方ともちょっとやってみていただいて、まあね、1週間ぐらい続けていただければね、僕が本当に言いたいことがですね、いきなりはわかんないんだけども、なんとなくぼやっと見えてくると思うんですよ。ちょっくらそんなのをですね、練習していただけたら幸いでございます。で、まだまだね、言いたいことはたくさんあると思うんだけども、いきなりこうバーっと喋っちゃうとね、わけわかんなくなってしまうと思うんで、今日はとりあえずまあこんな感じで終わりにさせていただきましょう。すべての仕事は人を助けることでお金を得ている。こういう話でございました。お金を稼ぐためにうんたらかんたらしなきゃいけないとかね、こういう情報をやらなきゃいけないとか、こういうものを揃えなきゃいけないとか、こういう知識をつけなきゃいけないみたいな感じで、お金を稼ぐためにっていろいろ思うかもわかんないんだけども、まあ平たく言えば人を助けることができれば、そのありがとうの対価としてお金を稼ぐことができるという、ほんとそんだけのシンプルな話でございます。よろしくお願いします。もし何かご感想とか質問とか、気づいたこととか思ったこととかあれば、ぜひバシバシとコメントの方をやってみてくださいませ。あんまり続きを作るつもりはないんですけれども、もしコメントとかでね、面白い質問とか面白いご意見とかありましたら、そのコメントとかを拝見して、それを含めた上でまた続きの動画を作ってみようと思うんで、もし良ければお気軽にベベッとコメントしていただけたら幸いでございます。最後にちょっと余談です。まあ先日ね、そのギターの先生になりたいんですけどっていう方のその相談をね、受けてる時にこうバーっとお話をしていて、まあそのお金のためにやらない方がいいっていう話を、していたんですよ。
お金を稼ぐためにギター講師になりたいとかってそういうふうに思うんだったらば、ギターの先生じゃない方がいいと思うし、まあ何の仕事をするにしてもお金を稼ぐためにって考えてるとうまくいかないぜみたいな、その話で、その方はですね、いやじゃあお金を稼ぐってのはその、ね、動機が不純ってことですかっていう話になったんだけども、いや不純ではないんですよね。お金を稼ぐこともすごく大事です。そこの動機モチベーションの一つとして動くこともすごく大事なんだけども、そこを主たる目的にしてしまうとあんまりね続かないんですよ。続かない。二つお話をさせていただきます。ちょっとですね、僕がその地元でお世話になっているその歯医者さんがあるんですけど、突然歯医者の話かって感じなんだけども、まあね、地元にも代々伝わるような本当も昔ながらの歯医者さんでございます。で、なんだろうな、まあその方とね、その歯医者のその院長さんと、まあ仲いいからさ、よく飲みたりとかするんだけれども、まあね、そんなになんだろうな、そのお仕事ぶりをそんな見たことがないからさ、なんか普通にこう飲みた時にね、結構いろいろとこの、おごってくださったりとかしてね、結構いろいろな、ね、方にそうね、飲ましてくださったりとかして、まあ、まあ平たく言って結構めちゃくちゃお金を使う方なんで、あ、やっぱ歯医者さんでお金稼げるのかな、儲かるのかな、くらいに思ってたんだけども、最近そこの先生にこうね、お世話になって、そのまあ単純に僕はその歯医者に行ってるんですよ。そこでなんかやっぱこうね、すげえなって思うことがすごくたくさんあるんです。朝8時半とかから7時とかまで、週6日間、もうそこの治療する方はその院長さん一人しかいないから、その一人でもうね週6日もうその長時間をですねずーっと見てるんですよ。もう何十年と。ちょっとまあ言い方悪いかもわかんないけどね、ちょっとぶっ飛んでますよね。ちょっとそんな仕事、そんなことできねえよってちょっと思いませんか。そんなぶっ通して、でもちろんすごく愛想も良くて、そのね、あの眠そうにしたりとか、この不愛想だったりとかすることないんですよ。いつでもすごいこの患者さんと向き合って、もうすごい真摯に目を向いて話して、もうそれね、自分のできること何かないか何かないかなって感じでもね、いつもこんな感じでもう全ての患者さんに接しているんだろうなっていうぐらい、もうすごいこの真摯にもうひたむきに向き合ってるっていうその先生がいらっしゃるんですけども、まあ本当ね、パッと見てですね、その仕事ぶりを拝見して、いやぶっ飛んでるわと思いました。もう僕はちょっとね、とてもじゃないけど真似できない。でその方がですね、そのお金のためにってやってるわけがないんですよ。もう本当そのね、今までそのね得た知識とか経験とか、その学校で勉強したものを使って、まあ今では勉強してらっしゃると思うんだけども、そういったものを使ってその歯の治療を通していかに人を助けるかってことを、ね、あの人は全力で考えてると思うんです。だからそのね、ぶっ飛んだそのスケジュールとかもね、そのちゃんとこなせるし、まあ健康とか気使ってらっしゃると思うんだけど、ね、何十でも続けることができるし、でなおかつすごい予約とかも全然取れないような人気の歯医者さんになっていると思うんですよ。いや、そんなね、その人助けをして、人助けをして、人助けをして、もうね、おら、こうでもね、こうでもね、おらおらおらっていう感じで、この人助けをしまくった対価として、まあ、そのお金が得られているっていうのは、そんな話なんですけども、すごい、なんか、腑に落ちません？ああ、なるほどなって感じがしません。もう一個のケース、ちょっとお話をさせていただきます。僕実は今英語の勉強は真っ最中でございまして、まあ TED.com 見たりとか動画見たりとかね、なんかこのポッドキャスト聞いたりとかしてるんだけども、まあいろんなね、この英会話レッスンコンテンツがある中で、すごいよく聞いてる好きなコンテンツの一つに、台本なし英語レッスンっていう、そういうポッドキャストがあるんですよ。台本なし英会話レッスン、すごく面白いコンテンツなんで、知らなかったらぜひともチェックしてみてくださいませ。英語のソータさんっていう、まあインスタグラムとかでね活動されてるそういう方、ソータさんと、あとイギリス人のショーンさんが、まあこう台本なしでディスカッションしていきながら、その英語のレッスンをしていくみたいな、そういうコンテンツなんですけれども、まあ、ソータさんもね、その言葉ではっきり言ってまして、もうお金のためにやってないと。そのポッドキャストとか配信するのに対して、そのね、配信料でお金払わなきゃいけないらしいんですって。でその収録する場所とかも、そのね、月何万円というその家賃を払って、その収録をして、そのコンテンツをしていく中で、どっちかというとお金稼ぐというよりも、どっちかというとそのお金を払ってそのね配信をしてるみたいな、そういう側面があるらしいんですけれども、まあ本当ね、もう動機としては単純にその日本人その英語レッスンを提供したいと、そういう話ですよね。そのソーダさんもはっきりと、言葉で言ってらっしゃいます。その今までその留学とかしたことがなくても英語を話せるんだっていうことを自分自身で証明して、でそのノウハウとか英語のレッスンの知識とかをその日本人の方にそのレッスンをすることで、まあその英語に困ってる人を一人でも救いたいという思いで、そのポッドキャストとかインスタグラムとかやって、その動画のコンテンツ YouTube とかもやってらっしゃるんですけども、そういうのをねやってるよみたいなことを、本人がもうねズバッと言ってるんですよ。でもちろん、そのコンテンツの質がすごくいいっていうのもあるんだけども、やっぱりその熱い思いですよね。そういうこの思いを持ってる人に対して、やっぱその人は魅力的に感じるとか、人が集まるっていうのはすごくあると思うんです。ポッドキャストとかね、もちろんすごい人気だし、まあそのね、あのインスタグラムとかもすごいやっぱりね数字もたくさん持ってらっしゃるし、 YouTube の登録者数とかもすごいことになってるわけなんですよ。でその人がね、その例えば
そのお金稼ぎたいと思ってさ、なんかどっかでこの有料のコンテンツ作ったりとかすると話がね、どん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 違う方向に行ってしまうと思うんですよね。けれどもその人自身がその自分が持っているものを使ってもう人を助けたいってことをもうシンプルにもうガツンと信念として持ってるから、そこに対して人が集まってくるわけでございまして、やっぱりこうね、お金のことをね、そのほのめかしたりとかするとね、まあ嗅覚鋭い人はね、ちょっとね違和感を感じると思うんですよ。あれ、なんかこの人はちょっとお金の匂い感じるぞみたいな感じで、でそこでこうね離れてしまったりとか、勘違いを生んでしまったりとか、トラブル炎上うんたらかんたらになったりとかすると思うんですけれども、そういうこのシンプルな人を助けたいっていう思いこそがもう何よりも最強なんだと思うんです。でその人を助けるためにはどうしたらいいかっていう話した時に、その勉強しなきゃとかさ、もっと練習しなきゃとか、技術を磨かなきゃっていう話なわけであって、ギターの先生になるためにはどうしたらいいか、音楽理論勉強します、なんかギターの練習しますとか、上手になります、いろんな曲をコピーします、それも一つの方法なんだけども、それらはなんでかって、なんでやんなきゃいけないかっていうと、人を助けるためにやらなきゃいけないわけなんですよ。お金を稼ぐためにやるわけではなく、自分のためにやるわけではなく、まあ周り巡って情けは人のためならずで、自分のためではあるんだけれども、誰かを助けるために自分自身が強くならなければいけないっていう大前提で練習したりとか勉強したりとかするわけなんです。知識をつけたところでお金が稼げるわけじゃないし、練習したところでお金が稼げるわけじゃないんです。自分を高めて強くして強くしていて、その強く持ってパワーでもたくさんの人をバーって助けることでお金を得られるという、そういう考え方なわけでございますよ。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。まあそんな感じでですね、その英語のソーダさんはですね、YouTube とかもやってらっしゃるので、ぜひとも聞いてみてくださいませ。僕が言ってる意味がね、めちゃめちゃ、分かるかと思います。まあそんな感じで長くまたベラベラ喋りましたけども、いかがだったでしょうか。何度も言うですけども、ぜひ、感想とかご意見とかありましたら、お気軽にコメントバシバシ残してみてくださいませ。それではかなり長い動画になったんで、ここで終わりさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。